グロービス学び放題。皆さんこんにちは、グロービスの島田です。今回は最近聞く機会が増えた心理的安全性の提唱者が、それについて掘り下げて解説した恐れのない組織について触れます。2021年2月に出たばかりですが、出版されてすぐに買いました。もともと Google の事例などを通じて心理的安全性について興味があったからです。著者のエイミー・エドモンドンソンには、チームが機能するとはどういうことかという書籍もあるのですが、そこでも心理的安全性に触れられていて、イノベーションや成長と心理的安全性には不可分のものであるという思いもありました。ある程度知っている内容も多かったのですが、心理的安全性の効用に加え、リーダーやマネージャーがそれをどのように醸成するかについて触れられている点がいいと思います。またいかにも学者らしく、過去にどのような先行研究があったのかなども丁寧に触れられているのが参考になります。心理的安全性がある組織とない組織の事例などもたくさん紹介されていて、それも勉強になります。さて、心理的安全性とは端的に言えば、対人関係のリスクをとっても公式・非公式に制裁を受けることはないと信じられる程度を指します。より噛み砕いて言えば、日常の業務においてメンバーとアイデアや疑問・懸念等について、これは対人関係を悪化させるとか、こんなことを言うと馬鹿にされるといった恐れなしにどんどん発言できる状態になっている、あるいは失敗をしてもそれが賢い失敗であれば咎められない、どんどんリスクを取れるという状況になっている程度です。ここに抜粋したような状態になっているか、それに応えることで心理的安全性を測定することができます。自分自身を振り返ると、心理的安全性の高い組織を作れたかということについては反省点も多々あるのですが、実感値としてこれからの VUCA の時代、心理的安全性はますます重要になるという著者の意見には同感です。まず VUCA の時代をサバイブするためには、組織学習による適応やイノベーションは必須です。心理的な安全性はそれを加速するのです。ミスをしたら許されないなんて考えていてはイノベーションは生まれませんし、生産的な議論がなされない組織が環境変化に適応できるはずもありませんから。また心理的安全性の高さは、社員のエンゲージメント、つまり組織において熱意を持って仕事をしようとする度合いを高めることも知られています。単に満足度ではなく、意欲が高まり生産性が上がるという点がポイントです。